皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は岸田政権が佐渡金山の推薦要請を見送りしそうな件について、高市さんが衆院予算委員会で喝を入れました。そして岸田首相は2月1日までに決断をしないといけませんが、岸田首相の後ろにいるとある議員がブレーキをかけるのではと私は見ておりますので、今回は佐渡金山に巡る情報についてお伝えをいたします。それではこちら、産経新聞の記事です。自民高市氏、佐渡金山の推薦要請、見送りなら保守層に失望も。ということで、高市さんが衆院予算委員会で質問を行いました。それが非常に話題となっております。ということで、夏の参院選に向け安全運転で乗り切りたい岸田文雄首相に対し、自民党の高市早苗政調会長は冒頭から佐渡島の金山の世界文化遺産への推薦を強く迫りました。高支持率を維持する岸田内閣だが、対韓外交や歴史認識で保守層の不信を招けば、一気に逆風にさらされかねないということで、実際一部メディアの支持率が下がったという報道があります。なので、もしかしてですね、今回の件で推薦を見送ると、これがきっかけで一気に下がる可能性があります。そしてこれはですね、私の過去のこちらとこちらの動画で詳しく説明しておりますので、まだご覧になられてない方は説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。そして佐渡金山の来年の登録を目指すには、政府が2月1日までにユネスコに推薦書を提出する必要があります。で、岸田政権はこの推薦書の提出を見送ろうと考えているみたいです。ただ韓国は朝鮮半島出身者が過酷な労働に従事したと反発、政府は登録は見込めないとの理由から推薦を見送る方向で調整しているということなんですが、実際はですね、江戸時代の期間について登録をしようとしているので、この韓国が言っている朝鮮半島出身者というのは当然江戸時代にはいませんので、だから堂々と推薦すればいいのに、反発を懸念して安全運転にしたいので見送ろうとしているんですよね。そしてですね、こちらですね、首相も林氏もリベラルで知られる自民党宏池会出身で、もともと保守層からは対韓外交や歴史認識などでは懐疑的な視線を向けられがちだ。推薦見送りとなれば失望が広がることは避けられない。高市氏は質疑後、周辺に少しでも雰囲気が変わってくれればいいと政府の本意に期待を示したということになりますので、実際高市さんがどのようなことを言ったのか、そして林外相や岸田首相がどういうことを言ったのか、これから説明いたします。そしてこちら MI2 さんのツイートです。実際動画がありますが、今回は文字起こしで説明をします。説明欄にリンクが貼ってありますので、こちらの動画をご覧になられたい方は、そちらのリンクからご覧になられてみてください。ということで、高市さんはまず、韓国が強制労働被害の現場である佐渡鉱山の世界遺産は撤回を求めると、ただ佐渡金山は江戸時代、伝統的生産技術により高品質な金生産を実現していた。この独自性で発展した貴重な産業遺産で、戦時中とは全く関係ないと。なので、江戸時代の話なので、韓国が言ってることは全く時代が違うんですよと。戦時中とは全く無関係な期間で登録するんですよということをまず言われております。そして、こちら、ピーチ太郎セカンドさんのツイートです。日本国政府は誇りを持ってユネスコに申請し、来年6月の決定までの期間を活用し、英国に対して江戸時代の伝統的手工業については、韓国は当事者ではありえないと積極的に説明するべきということで、期間が違うんですよと。登録するのは江戸時代の期間なので、韓国は全く関係ない、当事者ではないんですよということを言われております。なので、全く臆することないんですよね。何をビビっているんですかということを言われております。そして続いて MI2 さんのツイートです。ここは非常に重要なことを言われております。江戸時代、佐渡金山について韓国が当事者ではありえない。これはもう先ほど言いましたね。そして推薦しないと来年度以降はさらに困難になる。で、もし政府が見送りをすると来年度以降はさらに困難になるということを今から言います。来年秋から韓国が立候補する可能性が高く、韓国が反対する最悪の状況を招くということで、もし日本国政府が推薦を見送りにしますと、今日本国というのは委員国であるんですが、それが来年秋で終わって、代わりに韓国が委員国になるので、そこで日本が佐渡金山の推薦をしても、当然韓国は委員国として反対を表明すると、だから先送りすると最悪の状況を招くんですよと、そしてそれから先ももっと最悪で、韓国が委員国を終わった後に、その後バトンタッチで中国が立候補するというのが分かっております。なので、2031年までの8年間にわたり、韓国、中国による歴史戦に持ち込まれますよと。だから先送りすると、もう今後8年間にわたって最悪な状況を招くんですよと。だから先送りしても全く意味がないということが皆さん分かっていただけると思います。それをわざわざ高市さんは国会で指摘をされております。そして、こちら MI2 さんのツイートです。そして世界遺産申請を見送った場合、日韓併合条約によって賃金を受け取っていた朝鮮半島出身労働者に誤ったメッセージを国際社会に発信することになる。政府は江戸時代の貴重な産業遺産を誇りを持って推薦するべきだ。諦めているのであれば国家の名誉に関わる事態だということで、わざわざですね、諦めているのであればと前置きをしております。これはもう諦めるというのが予想されるからなんですが、もし諦めてしまえば、もう国家の名誉に関わる事態になりますよと。おそらくですね、2月1日までに政府は推薦をしないといけないんですが、それをやめてしまうと、来年以降することになります。でもですね、その場合は韓国が委員国になっているので、もう簡単に弾き返されてしまいます。なので日本は、堂々と主張することさえできなくなってしまいます。ここでですね、もし推薦をするのであれば、こちらですね、来年6月の決定までの期間を上手に活用ができます。その間にどんどん主張するべきことを主張できますので、先送りするよりよっぽどいいんですよ。なのでそれを高市さんがしないのであれば国家の名誉に関わる事態になりますよと。もう日本の歴史に汚点を残してしまうと。それを岸田首相はやるんですかということで、前回、羽島ですね、軍艦島の件も岸田首相は当時外相でした。大失敗をしているんですよね。それは私も過去の動画で説明をしておりますが、それも汚点を残しているんですよ。また岸田首相は日本の歴史に汚点を残すんですかということを言われております。そして、この質問に対応したのが、こちら、産経新聞の記事です。岸田首相ではなく、林外相を指名したんですよね。なんで岸田首相に言わないんだと思われた方もいらっしゃったかもしれません。これは水面下で岸田首相に対してやるとイメージを崩して内閣支持率を落とすのではというようなことで林外相を指名するようにと水面下で交渉があったようです。もう本当に情けないですよね。ということで林外相は何を言ったのかなんですが、韓国への外交的配慮を行うことは全くない。韓国側の独自の主張は受け入れられず、強く申し入れを行ったと述べました。ならなぜですね、推薦の見送りをしようとしているんですかというツッコミになりますよね。これはもうツイッター上でそういったツッコミが溢れ返っておりました。意味がわからんと。韓国に言うべきことを言えるのであればなんで堂々としないんだと。本当におかしいですよね、やってることが。言ってることと行動が全く伴っておりません。そして登録を実現する上で何が最も効果的かという観点から総合的な検討を行っているとも重ねて説明。これ毎回同じセリフを言っております。そしてですね、今まで政府は登録は見込めないとの理由から推薦を見送る方向で調整をしております。ですが地元の新潟県の知事もですね、登録を見込めなくても今回は堂々と推薦してくれと。だから地元の悲願でもあるんですが、ダメでもいいと。とにかく推薦してくれと。で、陳情も来てるんですよ。こちら、新潟選挙区の細田健一氏のツイートです。こちら見てください。高市政調会長にはこれまで知事や市長とともに面談させていただきました。地元の声にも真摯に対応していただき、その後の記者会見では、日本の名誉の問題として、ユネスコへの推薦書の提出をきちんとすべきだとおっしゃっておられます。我々地元にとって大変心強い存在です。本当にありがたいことです。ということで、本問題についての重要な山場だと思います。皆様ぜひご覧ください。ということで、こうやって知事や市長も高市さんを頼りに来ているんですよ。ということは、政府が頼りになっていないということを示しています。見てください。もう悩まれておりますね。なのでもう政府が頼りないんですよ。もうこれだけ見てもわかるでしょう。我々地元にとって大変心強い存在ですと言っているんですよ、地元の人が。こんな感じで高鳥修一議員もいらっしゃいますね。こんな感じなんですよ。実態は岸田政権が頼りないんです。特に外交ですよ。特にじゃないか。何でも頼りないですよね。なのでこういったツイッターにも出てくるんですよ。これが実態です。なのに支持率が高いというのは、この実態を皆さん知らないからなんですよ。だから私は動画にしてメディアが報じない保守系ニュースとして流させていただいております。そしてこちら MI2 さんのツイートです。先ほどの林外相のコメント。こちらですね、佐渡の金山の世界遺産推薦見送り報道について、林芳正外務大臣、今年度の推薦をしないことを決めたということではない。検討を進めながら、どうやったら登録を実現できるかを考えながら準備をした上で、検討をさせていただきたいということで、岸田政権の考え方は、まず登録ありきなんですよ。保守層や新潟県の地元は、そうではないんですよ。とにかく登録の推薦をしてくださいと。ダメでもいいからしてくださいなんですよ。だから登録ありきではないんですよ、地元は。ただ岸田政権は登録ありきで進めると。登録はできないようだったら推薦しませんよというスタンスなんですよ。これなんでかと言いますと、失敗をすると内閣支持率が下がって長期政権を築けないからなんですよ。要は保身です。保身なんですよ。地元はダメでもいいと言ってるのに、チャレンジしない保身のために国益を損ねるということになります。ほんととんでもないですよね。そして、こちらですね。岸田首相は何を言ってるのかということになりますが、林外相の後に岸田首相は答弁を行っております。そして岸田首相は、言われなき中傷には毅然と対応すると述べました。いつも毅然と対応すると言われておりますね。ただ、まだ見たこと一回もありません。いつになったら毅然とした対応を見せてくれるんでしょうかね。まあ、ないでしょう。ここまで来ると、もう毅然とできないんでしょう。そして、こちら、産経新聞の記事です。同じく岸田首相の答弁。こちらですね、佐渡島の金山に関連し、去年4月に閣議決定された朝鮮半島出身の戦時労働者に強制連行、強制労働という表現を使うのは不適切だとする答弁書について、答弁書を示された政府の立場は岸田内閣においても変わっていないと述べました。そして韓国政府は佐渡金山について強制労働させられた被害の現場だと批判しており、これに改めて反論した形となりました。ということで、なんでこれわざわざ高市さんが質問をしたのかということになりますが、これ政権が変わると、こちらですね、去年4月に菅内閣が閣議決定した内容を岸田政権は覆すんじゃないかということを確認するために高市さんが質問したんですよね。ただ、岸田さんは岸田内閣においても変わっていませんよと。つまり、佐渡島に関連して答えたんですが、戦時中ですね。戦時中に強制連行や強制労働が朝鮮半島出身者に対して使うのは不適切だとする答弁書は岸田内閣においても変わっていないと疑念があったので質問したんですよ。ただですね、岸田さんはそういった覆したり何か波紋を広げるようなことは絶対にしないと私は見ています。とにかく安全運転、前例踏襲になるでしょうね。ただですね、こんな弱腰な対応を続けているので、高市さんがわざわざ質問したということになります。そして、こちら産経新聞の記事です。岸田内閣は産経 FNN 合同世論調査では 66% と支持がですね、0.5 ポイント増えております。まあこれは各社によってちょっと違うので、今回は何とも言えませんが、それよりもこの世論調査で佐渡金山を推薦すべきが5割を超えていたということでですね、こちらですね、佐渡島の金山について政府はユネスコに推薦すべきだと思うかを尋ねました。そして推薦すべきと思うが 53.8% と過半数を超え、推薦すべきと思わないが 33.9% ということで、もう圧倒的に推薦すべきというような世論調査が出ております。なので岸田政権というのはこういった世論調査非常に気にしているそうなので、もしかしてこの世論調査を見てこのまま推薦を見送ると内閣支持率が下がるかもしれないということで、基本保身ですので、なので推薦する可能性が出てきております。どうなるかまだわかりませんよ。わかりませんが、高市さんが質問したことで、ちょっと世論が動いてきている流れを感じますので、まあ、考えを変える可能性はあるかもしれません。そしてですね、私は岸田さんがどういう判断基準で決断をしているのか、その決断をする上で重要な人物が一人いるというのを以前から指摘をしております。その人物というのが、こちら、MI2 さんのツイートです。こちらですね、木原誠二官房副長官です。この岸田内閣に入る前までは、こちらですね、魚屋のおっチャンネル、生田義勝さんがやってる YouTube チャンネルなんですが、ここにですね、こちらですね、内閣に入る前まではよくこの平正明衆院議員とかと一緒にですね、このチャンネルによく出られておりました。なので皆さんいいイメージを持たれている方が多いんですが、実はゴリゴリの左派です。で、今回ですね、木原誠二氏も記者会見で、韓国側の独自の主張は日本側としては全く受け入れられない。韓国側には強く申し入れを行ったところだ。韓国国内において事実に反する報道が多数なされており、極めて遺憾だと。まあ記者会見なので通常の発言をされておりますね。で、この方なんですが、皆さんあんまり知らないですか？あんまり知りませんよね。表にあんまり出ないですよね。で、官房副長官なんで、普段は官房長官が記者会見をされております。松野官房長官も非常に地味な方ですので、あまりご存じない方も多いんですが、さらにですね、この木原誠二氏になると、ご存じない方も非常に多いです。ですが、実は岸田首相の側近なんですよ。どうしてかというと、こちら日経新聞の清水氏、日経新聞がですね、昨年岸田政権が発足してから3ヶ月、岸田首相が誰と何回面接したのか、これがですね、面接回数です。で、やはり木原誠二氏が一番多いということはもう最側近なんですよ。なので、この木原氏が非常に岸田首相に影響を及ぼしているというのがわかると思います。そして、こちら日刊現代デジタルの記事です。官邸の軍師と呼ばれる木原誠二官房副長官に持ち上がった隠し子疑惑。これ、去年のですね、12月16日のツイートなんですが、皆さんあんまり知りませんでしたよね。隠し子疑惑。木原氏は名門、武蔵中学、高校を経て、東大法学部に進み、大蔵省に入省したスーパーエリート。ほとんどの政策は木原氏が考えているとされ、官邸周辺は神経を尖らせています。ということで、日刊現代さんが書くので、嘘かと思いがちなんですが、実はほとんどの政策は木原氏が考えているというのは合っていると思います。そして新しい資本主義、皆さん未だに何が何だかわかりませんよね。あれは私の過去の動画でもちらっと言いましたが、バイデン大統領のビルドバックベター法案とよく似ている社会主義的な政策なんですよ。で、あんなややこしいものを岸田首相が考えられるはずがないんですよ。だから後ろにこの木原誠二氏がいて、ほとんど考えているというのは合っているんじゃないかと思います。で、今回の佐渡金山の推薦の件も当然この人が関わっております。そして外交で弱腰、韓国にも中国にも物が言えないというのも全て関わっております。そしてこちら、木原誠二氏のツイートです。木原誠二氏はゴリゴリの親中派議員です。こちら2018年5月のツイートなんですが、5月2日から私が団長として若手議員団で中国北京深センに来ています。もう自分で言っちゃってますね。自分が団長で若手議員を引き連れてきていると。もうこの一行で全てを物語っておりますよね。そして2年前、外務副大臣として岸田文雄外務大臣と共に訪中し、王毅外務部長と会談した際の厳しい雰囲気と一転して、昨今の関係改善の雰囲気を強く感じています。そしてこちら、習近平主席2期目の体制が固まり、中国国内政治が安定してきた証でしょうか。ということで、写真写ってますね。もう何かですね、親中派であることを自慢げに語られておりますよね。岸田さんと一緒に訪中して王毅外相と語ったということで、他にもたくさんツイートがあって、こちら、東京都東村山市長の渡辺隆氏のツイートです。こちらはですね、2019年1月、本日木原誠二衆議院議員のご尽力により、中国体育総局の虎視眈副局長と面談し、ということで、木原誠二氏のご尽力で、こういうことできましたよとツイートされておりますね。なので、親中派なので、中国と太いパイプがあるので、こういったことができるということがわかりますよね。なので、こういった超親中の方が岸田首相の最側近なんですよ。で、精力的に活動されておりますね。そして、先ほどの隠し子騒動、こちらデイリー新潮の12月15日の記事です。愛人と親子揃って七五三ということで、こちらですね、愛人とされる女性はかつての銀座の有名クラブで働いていた元ホステスで、奥さんと結婚する前からの付き合い、現在彼女はシングルマザーなのですが、そのお嬢さんが木原さんの隠し子じゃないかと囁かれております。そして神社では少女が木原氏をパパと呼ぶ場面もあった。そして木原氏はちゃんと育てるということで、実際はですね、プライベートなことなので、ということでこの少女が娘であることを明確に否定していたということで、ただですね、私ちゃんと育てるということでやっております。何の法律も犯しておりませんので、ということで、こんな感じで神社で七五三で写真写っておりますね。こんな感じですね。こんな感じですね。ということで、本当かどうかはわかりませんが、まあ、七五三一緒に来るぐらいなので、簡単に想像はつきますよね。そして木原誠二氏は高市政調会長に対して非常に敵対心を抱いているとされております。これはそうそうない情報なので、本当かどうかはわかりませんが、作家でジャーナリストの門田隆翔氏が言うには、官邸に高市さんを近づけないようにしているのが木原誠二氏だというふうに語られております。まあ、先ほどのツイッターでもあるように、この岸田さんと昔からべったりいる方なので、とにかく高市さんに対して功績を取らせたくないと。そしていつ更迭できるかを虎視眈々と狙っていると。なので高市包囲網とか高市外しを行っているのはこの木原誠二氏なんじゃないかというふうにも言われております。人がいい岸田首相がそんなことできるのかと思いますよね。だから高市外しをやっているのはこの木原誠二氏の判断でやっているというふうに言われております。なので非常に注意が必要な人物です。で、この木原誠二氏は親中派ですので、この中国の思惑が岸田首相の判断に影響を及ぼす可能性は十分にあります。なので皆さん、岸田首相がどうしてこんなズバッとものが言えないのかというのは、背後に木原誠二氏がいるからということも十分考えられますので、今後皆さん、木原誠二氏の情報も非常に重要となってきます。ということで、こちら、首相官邸のご意見ご感想のページです。今回の動画をご覧いただいて、岸田首相や木原誠二氏に何か一言言いたいということがありましたら、こちらのご意見ご感想に入力して送信をお願いいたします。そして、こちら自民党へのご意見フォームです。こちらにもですね、何か言いたいことがありましたら入力をお願いいたします。この2つのページにつきましては、説明欄にリンクを貼っておきます。ということで、岸田首相のバックにいる木原誠二氏、今後この木原誠二氏の情報も非常に重要になってきます。何か動きがありましたら動画をアップしますので、チャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。